これはマインクラフトのちょっとした小ネタなんだけど、マインクラフトのクッキーって悪魔的なクッキーらしくって、食べたら動物が全員死んでしまうと、そういう小ネタを今回ねマイクラ経験者のね友人のこのウミンチュさんに教えていただきました。ワゴロさん、ワゴロさん、はい、それ嘘です。え、それ嘘なんですよえ今日そのマイクラ初心者の俺に経験者がいろいろね小ネタを教えてくれるっていう動画企画で、さっき6時間ぐらい収録したけど、はい、撮りましたが、それも嘘ですえ、まあ、そうお伝えしてるんですけど、その企画実はマイクラ初心者ならどんな嘘を教えても信じちゃう説なんですよということで、マイクラ初心者の真心には経験者が手ほどきする企画と嘘をついて事前に10個の小ネタを紹介しておいた。しかしその紹介した小ネタには大小様々な嘘を仕込んでおり、初心者ならどんな嘘でも疑わずに聞き入れるのではないかというドッキリ企画である。今回はそんな初心者が嘘の小ネタをどんどん聞き入れる様子を動画としてご覧いただきます。ドッキリってこと？はい、そうです。え、じゃあこのクッキー食べても大丈夫？はい、はい、動物は死にません。っていうのも正確にはクッキーで死ぬのはオウムだけで、はい、以前まではこのマイクラクッキーでオウムを手なずけることができたんですけど、食べさせたんや、オウムに。そうなんです。でもどうやら現実ではオウムにとってチョコは毒なんですよね。お、毒？はい、クラフトでクッキーを作るときにカカオを使って作るんで、そのクッキーチョコクッキーなんですよねあ、ほんまや、チョコチップ入ってる。はい、そうよく見ると雰囲気で見てたけど、そのチョコが良くないっていう風になったんでマイクラ公式がね、子供が真似しないようにオウムにクッキーをあげると死んでしまうようにこうアップデートで変わったんですよ。死んじゃうん？はい、即死です怖っまあまあ、そうか、間違って子供がマイクラを真似てあげないようにってことか。へえ、なるほどね。面白い。面白いけど嘘だったってこと？嘘を教えてましたマイクラ初心者に、まあ、どんな嘘を教えても信じちゃうんじゃないかっていうことで動画は撮ってましたえ、じゃあさっきのマイクラの起動画面で出てくる文字が、はい、あの初代ポケモンのバグポケモンの欠番の名前にもじったっていう、これあれも嘘？あれは本当ですどういうこと？なお、信憑性を高めるためにあえて10個中半分の5個は本当の小ネタを紹介してあるというわけで、教えた小ネタ10個のうち半分は本当で半分は嘘なんですよ、真心さんマジか、手込んでんな。そうなんですよ。なんで今から真心さんには10個のうちどれが本当でどれが嘘かを当ててもらいます。あー、なるほどね。こういうバラエティーみたいな感じになってます、今んとこ。はい、それ聞いた瞬間、あー、あれ嘘だなっていうやつがいくつかパッとね出てきたわ早速思いつきますでは話し合う家用意したんで、そこで追加分取りましょうオッケーオッケー、じゃあもう一収録ということで。そうですね、オッケー、やろうか。はい、やりましょう行きましょう行きましょう行きましょう。じゃあ家に戻ったところで、はい、教えた小ネタどれが本当でどれが嘘か当ててみてください。あ、そういう動画ね今回そういう動画です小ネタ動画かと思ったら違います。ただもうその話聞いた時に結構明らかにもう不正解ってやつ分かってたからお、早速あるんですか？うん、なんか聞いてる時もへー変な話って思ったのが一個あってイカの話。あ、そのイカの話というのはバージョン 1.4.3 以前ではイカは実際に地上でも生きることができた。今のバージョンでは消えてしまったこの仕様。さて、この嘘みたいな本当の話を信じるのだろうか。昔のバージョンでは地上でも暮らすことができて、イカが死ぬことがなかったんです。はい。へえ、面白。こう陸に上がったとしても死ぬことがなくて。へえ、そうなんや。はい。マイクラおもろいな。信じた。ここでさらに嘘みたいな本当の
イカからミルクが取れた話を伝えてみる。バケツをイカに使うと、はいはいはい、イカからミルクが取れたんです。牛乳ですね。イカからミルク。え、それはなんかそういう意味のあるではなく、何のひねりもなく単なる牛乳が手に入ってたんです。いきなりミルクが取れる。そう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 。なるほどね。このように小ネタを教えていました。それでは考察してもらいましょう。昔のバージョンだとイカは陸上で生きることができたと、はい、陸生生物だったっていう話。はい。それでももう嘘だろって正直思ってたし、はいはい、そこに重ねてイカからミルク取れたっていう話。ああ絶対嘘。ちょっと変な嘘を2個重ねちゃって、ああなるほど、焦っちゃいましたね。ウミンチさん、ちょっとこれは焦りましたね。いいね。確実にこれは嘘です。どころさん、はい、そのイカの話は本当です。実は本当です。はい、ミルクマジ、ミルクもガチです。イカミルク、ちょっと待って、イカってミルク取れるの調べるわ。ネットで調べるわ。イカミルクって調べてもイカのミルク炒めとかミルクにしか出てこない。現実で取れるわけじゃないイカは。うん、正確にはなんて言うんでしょう、結構条件と言いますか、ブロックに触れてない状態のイカにバケツを使うみたいな。ほうほうほう。バグなのか何なのか、実際にミルクは取れたらしいです。へえ、今のバージョンだとそれはないと。なくなりましたね。マイクラおもろいな。マイクラのそういうなんか小ネタおもろいな、うん、聞くの。おもろいっすよね。じゃあこれがあと9個。はい。10個の小ネタ教えてもらったんで、あと9個。そうですね。考察したらいいんやね。はい。OKOK。じゃあやっていこう。やっていきましょう。あの俺らがネザーでベッド使うと爆発するけど、なんか村人は爆発しないってやつありましたね。じゃあ次の小ネタなんですけど、はいはいはい、ネザーっていう地獄みたいな場所があるんですよね。はい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 、話だけ知ってる。そうですね。でそこで僕らがこうベッドを設置して寝ようとすると、はいはいはい、爆発するんですよ。なんでそれは、え、俺らがベッドが、まあベッドがすかね、まあ僕らが寝ようとしと僕らが爆発します。へー。なんですけど、はいはいはい、村人はね、村人が寝ようとするとすんなり寝れるんですよね。俺らは爆発するけど、そう、村人は寝れる。寝れます。へー。なんかいまいち有用性がなさそうな、使い道が今後なさそうな。そう、そうですね。もうなんか普通に平等に爆発しろっていう気持ちで。ああ、なんでお前寝てんねんっていうね。そうそうそう。じゃあ実際に見に行きましょう。もう用意してある、それも。してあります。すごいな、手間。手際がいいな。ありがとうございます。まあ寄り道ですけど、これちょっと見てください、はい、これ。下。めっちゃ綺麗な下。何この白いのは、まず。これ骨ブロックですかね。ああ、なるほど。すげえ地獄っぽい。ネザーに生成されるんですけど、自動生成でこんな綺麗な下見たことないですよ。ちょっと待って、これは仕込みではない。これは仕込みじゃないです。これ不正解じゃない。これは不正解じゃない。お正解も不正解もないです。すげえ、マジで下じゃん。マジで下なんす。おもろい、これおもろいな。天然芝ならぬ天然下を通り過ぎた先にはこの地獄、マジの地獄みたいなとこあんな。用意してきました。あの二人にじゃあ今から寝てもらうと。ベッド渡すんで置いてきてください。おー、オッケーオッケーオッケー、お願いします。じゃあここにベッド設置したらいいってことで。はい。めちゃめちゃすげえ場所。かわいそうやな。じゃあ一個設置してみます。はい。ちょ、ん、ほい、おお。正解か。よく寝れるな、一瞬で寝たな。ほんまに。もう一個設置。はい。おお。あー、村人はじゃあネザーでも寝れるんや、はい、ベッド爆発しないんや。そうっすね。なるほどね。これちなみに、うん、自分が寝たら爆発するってのも本当は嘘なんじゃなくて、しないんじゃないですか。どうでしょう。じゃあ行きますね。はい、やってもらって。ちょ待って、村人が吹き飛んだ今。あまりにもよ今の。誰も得しなかったわ。
じゃあ次やねんけど、スマブラの、TNT ヨーガのテクニック。ああ、はいはいはい。マイクラから輸入しましたってやつ、実は。はいはいはい。マゴロさん、最近、スマブラでスティーブ使い始めたらしいですね。ああ、はい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 。久々に新キャラ使い始めた。あ、ほんますか。うん。ちょっとタイムいいですね。そこで一つ小ネタがあるんですけど。ほうほうほう。TNT の上で、溶岩を置く下スマっていうんですか、はいはいはい、あれをするとダメージを食らわないテクニックってあるらしいですね。あるある。TNT を置いて、上でスティーブが下スマした後に、そう、回避を入れ込むと、回避、ね、爆発と、そう、マグマが敵にだけ当たって自分は当たらないっていう、すっげえ強力な技がある。あ、やっぱりそうっすか。それね、本家のマイクラのテクニックを、スマブラの作家の桜井さんが、スマブラに入れ込んだテクニックでして。マジできるんすよ。なんかちょっとこうバグ的な技かと思ってたけど桜井すげえな そうっすね、そんな細かいとこまで。さすがとしか言いようがないですね、あれは。それなんか、はい、面白くなるわ、スマブラ遊ぶのが。ほんますね。面白。スマブラがそこまで作り込んでいると、はい、っていうことであってほしいっていうことでですよね。その気持ちよくわかります。実際やってみますか、できるかどうか。ああ、それこそスマブラのステージみたいなとこ場所をほうほうほう用意したんで行きましょう。オッケーオッケーオッケー。見てください、これどうすか、でっかい、なにこれ、コロシアムみたいな。コロシアムっす。ああ、なんかこんなんあるなと思って見てたけど、そこから頑張りましたよ。この中央でちょっとじゃあやってもらうんですけど、これ見覚えないですか、これ。すごい。スマブラのマーク。そう、はい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 、ふさわしいでしょ。すご、あ、ここでじゃあやれってこと。そうそうそう。じゃあ TNT やるんで、はい、見といてね。はい、見てきます、こっから。桜井さんの完成度の高さを再現度の高さを。ショージャン TNT 置いて、溶岩にバケツを上に置くと。はい、じゃあいくよ、3、2、1、ほい、ほい、うわ。おい、あれ、桜井、桜井、これは嘘だったってこと。そうですね。さすがにそれは違うか、国会輸入とかではないですね。まあな、まあまあ、なんか溶岩垂らす時点でこれ違うだろうなっていう気配はしてた。実際再現してたらマジで神だったけどな、スマブラ。確かにそれはそう思います。まあでも、スマブラでスティーブ使い始めて思ったけど、はいはい、完成度の高さやっぱすごいわ。完成度は高いと思いますよ。すごいな、あれ、うんうん、めちゃめちゃスマブラっていうゲームにマイクラ落とし込んでんなっていうのが理解できたわ、はい、やっぱ桜井さんすごい。はい、パナイス。っていう、ちょっと締めにしとこう。じゃあもう一個確実に嘘っぽいのがあって。ほう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 。あのウミガメの卵とニワトリの卵が一緒ってやつ。ああ、はいはいはい、同じデータを使い回してるってやつ。はいはいはい、あれはさすがに嘘なんじゃないかなと。じゃあ次はこのウミガメに関する小ネタなんですけど。はいはいはい。実はこのウミガメまだ作り込まれてなくて。はいはいはい。一匹でもこのウミガメの卵を産むんですね。一匹で卵を産む。そうなんです、ね、一匹で産むんですよね。ニワトリとかってなんか交配してみたいな感じだったよな。ああ、そうですね。うん、はいはいはい。でもまあちょっとカメに関しては一匹で卵を産んでっていう形になるんですけど。あんまリソース割かれてないのね。でマイクラの卵って一個しかデータがなくて。はいはいはい。ニワトリの卵と同じなんですよ。ウミガメが産む卵とニワトリが産む卵が。そうですね。ほうほうほう。なのでこうカメから取れる卵から、はいはいはい、ニワトリが生まれるんですよ。なるほどね。作り込まれてないね。そう、カメかわいそう。カメさんかわいそうっすね。これですね。ほうほう、これ卵回収装置、ね、はい。中にウミガメが捕らえられてる。じゃ、この装置で、はいはい、このチェストの中に自動的に卵が集まるようになってますんで。おお、すご。あんまり卵いっぱい入ってる。右クリックで投げれるんで、はい、投げてみてください。生まれへんな。確率で生まれんの。これ確率なんで、はい、はいはい、じゃあもっと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 。おお、一気に一気に。こんだけ売れてるタイトル、マインクラフト、よくできてるゲーム、はいはい、なんかそんなこう中途半端な
ことしない気がするのがあって、そうですね、うん、まあ、ウミガメの卵はちゃんと別にあるんじゃねえかなって。なるほど、うん、なんであれは嘘じゃねえかなと、あの話は。はい、正解です。これは嘘です。まあさすがにね。はい、さすがに亀の卵は亀の卵として別であります。よかった、逆に安心したわ。ちゃんとマインクラフト作り込んでるなって安心したわ。はい、それっぽい装置にただ鶏の卵を入れただけです。なるほどね。実際の亀の卵っていうのがこちらになります。ほうほう、あ、亀の卵ってなってる。これがじゃあ実際に孵化するとウミガメになると。そうですね。へえ、これから亀が生まれると。腐ったチーカマ感あるな。確かに色味がなんかちょっと良くないね、あんまり。チーズの固形の部分が見事に変色してるな。チーの部分が。これ乗れるんや。あ、ほんまや、乗れるんや。へえ。うわ、頑丈。うわ、やった。これは、これは何、これガチの塩。これはガチの塩やった。ごめん、ウミガメ。やりよった。閉じ込めて卵を爆破して。とんでもないことになったな。爆散しましたね。一気にウミガメについて詳しくなったわ。じゃあ、はい。イカに続いて、絶対これ嘘ってのがあって。お、絶対、はい。今その嘘がありますって聞いて確信した。あー、なるほど。あの釣りのやつ。あああれは次の小ネタなんですけど、はいはいはい、マインクラフトにはこうやって釣りの要素があって。ああ、知ってる、知ってる。もうスマブラのあのつかみが、はい、つかみと投げがもうその釣り竿やから。あ、そうなんすか。あ、ほら、こういう風に。あ、今釣れた。はい、釣れました。生酒が釣れましたね。はははは。こうやってまあ普通に魚も釣れるんですけど、はいはいはい、まあ、こう一部レアアイテムといいますか、お宝なるものが釣れるんですよね。はははは。は、魚だけじゃなくて。はい、魚だけじゃなくて。はははは。釣り堀というか施設を用意しましたんで。施設。はい。ははは。多分テンション上がると思いますよ。そこにちょっと行きましょう。オッケー。はい、こちらです。ほう、あー、これ遠くから見てたわ。はい、すげえ、何これ。釣り堀というか射的というか敵や屋台的な。はい、屋台を。ほう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 。金魚すくいじゃなくて、あ、釣りですね。ちょっとうまいこと言えるんですけど。釣り、はいはいはい、釣り。これいいの。はい、僕が店主になりまして。おー、すごいよ、めっちゃそれっぽい。でしょ。これすごいな。マグロさんに、はい、釣りを体験してもらいます。用意してますんで。あ、釣り竿もこれ使いな。あ、釣りが、釣りだ。あー、届いた。あ、もらったもらった釣り竿。でこの屋台、海から水を引いてるんで、ほうほうほう、新鮮な魚が釣れます。なるね。だから後ろにこれ海があると。あ、はい、後ろすぐ海なんです。へえ、なるね。もちろん仕掛けがあって、釣る側からは見えないところにスイッチが2つある。これを押すことで地下に仕込んだ装置が起動、アイテムが浮き上がってくる仕組み。こちらには魚に種類と焼き鮭を入れ、もう一方には釣れるものもあるが、明らかに海で獲れないものを用意した。普通の釣りとは違い、浮き上がってきたものを釣り竿で引き寄せる。これを釣りと信じ込ませる、だいぶ無理のあるドッキリだが、初心者は果たして信じるのだろうか。お、お、魚。お、あれ、おお。いいじゃないですか。合ってる今の。今のが釣り。今のが釣りっす。なんか変な感じしたけどな。なんかあれ、今合ってる。なんかどんどん浮いてきてるけど、こういうもん。これが、はい、釣りです。これ釣り。これ釣りです。はあ、もう鮭とかってか、なんか何釣れたのこれ。エンチャントの本。お、めっちゃレア素材釣れてるじゃないですか。これがレアなやつ。どんどん浮いてきてるけど。これ釣り。生酒糸。海から糸取れんの。まあ、そういう処方お宝というかあるんですよ、一応。お、お宝なんかな。針を引っ掛けて取る。
お釣りですそれ。ほーん、変わってんなマイクラの釣り。なんかちょっと待って、え？パーティーしてる誰か。おケーキ。そうなんすか。おーケーキ、めっちゃいいじゃないですか。これもレアアイテムってこと？レアアイテムですね。これ何？お鉄？鉄を手に入れましたね。お魚。なんか魚がちょいちょい釣れるけど、魚の方が少ないんじゃないのこれ。ポピー。なんかたまにこう申し訳ない感じで魚が出てくるんやけど。ベッド、海で、海でベッド、誰か住んでる。この下、海誰か住んでる。ベッド釣れました。あ、鮭も釣れた。めっちゃ、はい、激レアだ。お鮭なんか違う、焼き鮭。誰か住んでる。生活してる。深海で。おおすげえ、何これ、ダイヤの、ダイヤの剣。ダイヤの剣、中古。マジっすか、中古のダイヤの剣。誰か住んでる。そういうこともあります。ほんま、ほん、釣り、これ釣りです。あー、でも初めてやったわ釣り。スマブラでしかやったことなかったから面白かった。よかったこれじゃあケーキとか食べていい？あ、いいですよ。あれケーキ食べれないの？ケーキどっかに置いてから食べないと。あ、そうそう、え、置いてから食べる？そう、設置して食べる感じ。あ、あ、違うそれ。ケーキの食べ方がわからない。あれはもう雑、全てが雑。用意とかはめっちゃ凝ってるんだろうけど、嘘があるって言われたらもう真っ先に思いついた。イカと一緒に思いついた。なるほど。あの釣りでレアアイテムが釣れますってやつ、ベッドとかケーキとか釣れるってのは嘘。はい、あれは嘘です。まあさすがにあれはわかるわ。バレるでしょうね。まあまあまあ、そうなんやって言われたら最初そう信じてたけど。ああ、なるほど。嘘があるって言われたらもうわかる。あれは逆にそっち信じますこれだっつって、うん、中古の剣釣れるしケーキ釣れるし。明らかおかしいもん。表向きはやったらいいじゃないですか。まあ、これ見た目すげえよくできてる。ワクワクした。まあ、もちろん中身をこだわってるわけなんですけど、まあちょっとその後ろに秘密があって、まあ扉開けてもらったら怪しいものが2つ見えると思うんですけど。なんかカチカチ言ってんなって思ってた、はい。スイッチみたいな音。そう。このスイッチを押すと下から出てくるんですよ。ああ、なるほどね。その中身からなんで浮いてこないですけど。ほんほんほん。まあ事前に用意した魚とかアイテムを仕込んどいて、まあそこから出すっていう。この地下にってこと？そうです。で、ああ、なんか穴開いてる。穴の、これ右側の下、そう、そこですね。F ちゃんさんみたいなのいる。これ右クリックしてもらったら。ドロッパー？ドロッパーって言って、ここアイテムを射出するというか、へぇ、ポイって出してくれるアイテムなんですよ。ほう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 。そういう装置を使って作りました。無駄に手の込んだ手抜きやな。まあ、言っちゃ本当に敵やというか。面白かったわ。その出店感は間違いなくって感じです。うん、あの、嘘ってあたりも出店っぽくてよかったわ。まあ、出店って嘘。手の込んだ手抜き好きよ。面白かったわ。とまあ間に告知なんですが、この初心者ならどんな嘘でも信じちゃう説の番外編がね、まあ、早くも早くもこのウミンチュさんのチャンネルに、はいはい、投稿されているので、はい、この動画の後かこの動画の後に投稿されるので、ぜひねそちらも合わせて見ていただいたら、はい、嬉しいですね。あのウサギのやつとか面白かったな。ああ、いいっすね、あれ。あ、一番おもろいでしょ。面白かった、ね。ちょっとこの動画では尺の関係で映らなかったものが向こうのチャンネルにあるので、はい。ぜひよろしくお願いします。ぜひ見てください。お願いします。じゃあ残りの小ネタも見ていきましょう。はい、どうぞ。あの、村人がゾンビになるってやつ。あれが嘘っぽい。お。てか正確には村人がゾンビになるのは本当やけど、治るっていうのが嘘くさい。ゾンビっているじゃないですか。ゾンビ、はいはいはい、敵の。そうですね。で、今はすぐ横に村人がいると思うんですけど。はいはいはい。村人もゾンビになっちゃうんですよ。へえ、怖っ。もうまさしくゾンビ。そうですね、通称村人ゾンビっつって、まあ、普通のゾンビとはちょっと違うんですけど。で、この村人ゾンビやと治療することができて、元の村人に戻すことができるんです。すごっ。なかなか
そう、ゾンビもので元に戻るってないよな。元に戻っちゃう。そうなんですよ、漫画とかで。そう、ゾンビが元に戻るって相当ですけどね。なるほどね。はいはいはい、はい、その治る方法なんですけど、ポーションを使って金のリンゴを食べさせたら治るんですよ。え、あなんかすごいな、金のリンゴで。金のリンゴにはすごい力があって浄化する力で。あ、そう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 。へえ、面白。なんかマイクラいろいろあんない。はい、うん、村人すら見たことないからな、自分のプレイだと。そうですか。へえ、はい、まあそういう小ネタがあると。ゾンビまで行っちゃうとなかなか治るまで行かない気するから、うん、確かにね。そう、なりかけでなんか治るみたいな漫画とかよくあるけど、うん、あれが嘘なんじゃないかなって。なるほど、うん、しかも金のリンゴってのが意味不明。嘘くさいですか。嘘くさい。ちょっと嘘下手だなって思ったわ。あー、なるほど。なんかそれっぽく言おうとして嘘下手になってるなってのを、あそう思いました。あ、思ったな。あ、だからあれは、はい、嘘だと。嘘か。はい、断言するわ。断言しますか。言うね。マグロさん、はい、不正解。実はあれ本当です。できます。マジ、金のリンゴで。最強です。意味がわからんやけど。やってみましょうか、実際に。はい、この上になんか村人の家を改装した監禁ハウスがあります。怖い。このために用意したの。そう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 。怖い。これが村人ゾンビです。なんかすもうおどろおどろしいな。うーのに、あ、いた。食らってる。これに弱化のポーションっていうポーションで弱らして、そこに金のリンゴを食べさせたらなるんですよ。ほうほうほう。そのポーションがこれと金のリンゴがこれです。ほうほうほう。弱化のスプラッシュポーションと、はい、金のリンゴ。本当に金のリンゴなんや。金のリンゴの存在すら疑ってたわ。そんなもんねえんじゃねえか。実在します。じゃあこのポーションを、まずポーションをこの村人ゾンビにぶつけちゃってください。右クリックで。はい、右クリックで。ほい。おお、はい、ほいほいほい。これで弱体化が入ったんで。これ俺も弱体化してね。そう、僕らも食らってますね。監禁部屋狭いから。はい。で、これで金リンゴも右クリック同様で与えるような感じで。じゃあやってみるな。はい。はい、どうぞ。え？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 これ今、頑張ってます。彼頑張ってます。あ、スッと治るんじゃなくて、本当内なるウイルスを、そう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 、免疫力で退治してるみたいな。そんな感じっすね。めちゃめちゃ凝ってる。えげつい音したもんな。うん、あのコナンが新一になる時の音ぐらいしたわ。あの骨が伸びる音。ああ、意外に時間かかんのね。そうですね、これちょっと時間がかかるっぽいっすね。おお、ゾンビドクター終わりましたね。ちゃんと実績まであるんや、すご。そうっす。なんかもっとスッて治るんかと思ったら、はい、意外とその本当免疫で頑張ってる感。そうっすね。5分ぐらい、 4,5 分かかった。5分かかりましたね。すご。彼頑張ったんで。妙に金のリンゴとかなんかノンフィクションっぽいけど、そこだけ妙にリアルやねんな。そう。あ、面白い小ネタやんこれ。はい、面白い面白い。よし、じゃあ次やけど、はい、あの雨降ったら木が燃えるってやつ。あれ絶妙な嘘なんじゃねえかな。あの雷雨でね。雷雨で、そうそうそう。そしたら次の小ネタなんですけど、ほいほいほい、こう天候があって、あ、はいはい、雨の日とかでやったことある。そうですね、雪とか、まあいろいろあるんですけど、雪もその中でこう落雷、雷雨っていうのがあって、要は雷が落ちるんですよね。へえ、なるほどね。はい、でまあ、木造だったり燃える素材で家作ってたら燃えて真っ黒になるんですよ。落雷が家に落ちるとってこと？そう、真っ黒になる。真っ黒に。あ、黒焦げってこと？そうですね、黒焦げです。なるほどね。なんでこの家とかもそうなんです、木造なんで。うん、がっつり木造、このかまど以外全部木造。はい、じゃあちょっと外観見てほしいんで外出てもらっていいですか？外観、はい。この屋根というか上を見てもらったら分かると思うんですけど、びっしり飛来心を。飛来心、これ飛来心。そうですね、雷が落ちやすいように。キモいな。キモいっす、ね、キモいな。飛来心ハウスキモいな。ちょっと登ってみていい？なんかブロックちょうだい。あ、あと一個。あ
リンクね。あ、そっか、スマブラで考えちゃった。スマブラはああいう積み方だから。なるほど、スマブラの、スマブラ出ちゃった。あ、平井心なり硬い。え、これ本当に平井心なんや。そうですよ。へえ、すごカチカチ。これで、はい、雷が落ちてくるとここに。そうです。人工的に落とせるもんなんや。まあ、そうですね、まあ、集めるもんなんで雷をね。ほん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 、まあ、びっしり詰めた方が落ちやすいかなと思って。キモいな。じゃあ雷が落ちる待ちましょうか。あ、オッケーオッケー。どうしたらいい？落ちるまでおのおの好きなことやりますか。結構時間かかる。かかりますね多分。あ、じゃあ録画回してちょっと別のことしとくわ。そうしましょう。うん、スマブラしとくわ。いいっすね。じゃあ僕も話しますわ。じゃあそしたら落雷落ちたら LINE で呼ぶんで。ああ、お願いお願い。はい、じゃあそれまで録画回しっぱなしで解散ということで。はい、ひとまず。すごいな、収録中こんなことになると思わんかった。まあ今日時間あるんで。そうですね。じゃあまた後ほど。はい、はいはいはい。初心者真心がスマブラを遊びに行ったのを確認したところで、家が丸焦げになるという嘘を信じ込ませるために急ピッチで家の改造を行った。木材ブロックをすべて黒曜石に置き換え、黒焦げ感を演出し、床の下に焚き火を設置して煙により燃えてる感をアップ。家を少し壊し、雷に打たれた家に作り変えたところで、落雷のコマンドブロックとミンチュが操作する2人目を用意。準備は整った。めっちゃ雨降ってる。真っ黒になった。やばいっす、なりましたよ。おお。なってるなってる。おお。飛来人効果抜群やん。真っ黒っすよ。真っ黒なってる。え、なんか黒というか、なんか紫というか鱗みたいな。へえー、おお、こんな哀れな煙とか出てるやん、すごっ。おお。結構頻繁に落ちんのね。はい、あ、すごい、内装はそのまんまなんや。中身は火つかないんや。こんなことになりました。へえー、面白いな。よく作られてんだやっぱマインクラフト。そうですね。なんか、はいはいはい、おおってその時思ったけど、はい、なんか妙にテカテカだったし、もっとなんか俺は炭っぽいのを想像してた。あー、なるほど。平井心までワンチャンなんか嘘なんじゃねえかな。なんか丸い棒、丸いポールをなんか平井心って言ってるだけのような気もしてきた、そう言われると。なるほどね、うん、なんであれは嘘だと、はい、嘘、正解は嘘です。だってなんかちょっと違ったもん。ちょっと無理やりました、ね、あの家見に行こうぜ、あの家。あ、はい、行きましょうか。あの時はなんか雷雨で暗かったから、まあ、まだ分かっ、なんかそれっぽく見えたけど。何これ黒曜石っつって石か、なんだ、ネザーゲートの一緒っすね。あ、ほんまや。そう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 、そうや、俺ネザーゲート見てんのに気づかんかった。そうそうそう、ほんまや。え、じゃあこれ黒曜石で作り直したってこと？そうです。手込んでんな。え、これはガチで平井心？平井心はガチですね。え、これマジで？ガチで存在しますのは。一応雷雨の時にこうそこに雷を集めるような効果があるんで。そこはもう間違えた俺。そう、これ、あれ、あ、流した。取れない。ピッケルで取らんと多分取れない。ああ、なるほど、ね。硬いんで、はい。ははははは。え、これじゃあ煙は？この下に仕掛けがありまして、もう焚き火ブロックというか煙が出るんで、そうそう、それを炭になってプシューみたいな。ああ、なるほどね、火事っぽくってことか。そうそう、火事っぽく。うまいな、外観雑いけど内装めっちゃ考えられてんな。そうですね。正解したけどなんかちょっと不正解の気分やわ。じゃあ木材が燃えるってのも嘘？木材燃えるんは本当っすね。あ、なるほど。まあ、実際経験的にその木で屋根作ってて、ほほほ、雷雨が来た時にその木の屋根が一ブロックとか二ブロックなくなってた時があったんで。あ、燃えるは燃えるけど、そんな
ちょろっとだけってことなんや。ちょろっとだけですね。落ちたとこ数マスって感じ。家が真っ黒になるわけではないと。これはない。あ、窓ガラスも割れてるしな、これ割れてんのか。そうそうそう、半分ないのか。そういう雰囲気。なるほどね。落雷の衝撃で割れたみたいな。黒曜石以外めっちゃ色できてんな。本当はこう石炭ブロックみたいなのがあったんで似せようと思ったら似せれたんですけど。ほんほん、あ、真っ黒の。そうですね、分かりやすく気づいてもらいたかったんで黒曜石使いました。雷雨の時全く思わなかったな。天候も相まって確か薄暗かったっすもんね、あれね。うん、ああ、なるほどねと思った。ちょっと違和感は確かにあったけど、まあまあそういうもんなんかなっていう気になったわ。確かに。でもう一個、はい、正解っぽいのがあって、うんうん、ネザーで濡れたスポンジを置くと乾くってやつ。こちらのアイテムをどうぞ。ほう、黄色いスポンジですね。そう、もう一個スポンジのアイテムをね、ちょっと使った小ネタなんですよね。ほう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 。そもそもどうやってスポンジを使うのかっていうのをね、見に行きましょう。はい、ついてきてもらっていいですか。了解です。この水です。そう、水たまり。水たまりです。はいはいはい。お、イカがいる。中にはイカが。イカとスポンジ。はいはいはい。人では？人では？人ではいないっす。何のことかも分からんっす。じゃあこれが何かネタがあると。そうですね。スポンジの方をこの水の中にどっかどこでもいいんで設置してもらったら。ほう。おお。そうですね。じゃあイカ。イカが。イカが干からびる、このままやと。そう、バズンとこう水を吸い取るんすよね。はあ、はあ、なんか濡れてる。あ、それでこのもらった濡れたスポンジになると。はい、そうなんです。はいはいはい。あ、あ、食らってる。そういう小ネタ。いや、ではなく、こっからですよ。こっから。はいはいはい。こっからじゃないですか。このスポンジは要は繰り返し使うことができるんで。ほんほんほん。まあ、濡れたスポンジからスポンジに次、まあ、戻すというか乾かす手段なんですよね。おー、一時乾かさないともう一回使えないと。そうなんですよ、ずっと濡れたままなんで、結構手間ね。普通はこうかまどに入れてこう焼くようにしてね乾かすんですけど。はいはいはい。ネザーに行きましょうか。ネザー、名前だけ聞いたことあるやつ。はい、もうこれがネザー。これがネザーです。はいはいはい。あー、いいか、じゃあここでやりましょう。おどこでもできるんで。はい、はいはい。簡単です、お手軽。なんと置くだけ、設置するだけなんですよ。ほうほうほう。じゃあ実際に設置したら、ほい、こうやってほら蒸発して今こういう感じで水が抜ける音。水の音。抜ける音っつって。そうなんです、置くだけで蒸発してこうやってくれるんですよ。はいはいはい。いつもならかまどで炊くっていう手間があるけど、はい、これだと簡単だと。かまどやとまあそれこそ石炭とかね、燃料がいるわけなんですけど。はいはいはい。それもいらず。ああ、なるほどね。結構結構音もガチやったし、はあはあ、あれはさすがに本当じゃないかなって。水が蒸発してる感がすごかった。 あれをなんかトリックでできない気がする。あ、確かにそうですね。じゃああれは、はい、正解、本当のネタっていうことでいいんですか。大丈夫です。正解です。おまああれはな、ちょっとリアルすぎたしな。うん、あれは分かった。なんか、はい、本当に有用そうな小ネタだった。あれはどうこう準備はできないですもんね、確かに。じゃあ次やけど、はい、あのかぼちゃかぶると、はい、敵に襲われないですよってやつ。そうだ、次の小ネタなんですけど、はいはいはい。この今手に持ってるかぼちゃブロックっていうのがあって、はいはいはい。まあ、ちょっと一工夫加えて、こう目と何ですか、口の部分をこう切り抜いて、ああ、ハロウィン的な。そうですね。でなんとこんな感じで装備することができるんですよ。ほいほいほい。頭で被ることができて。すごい。そう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 。ほいほいほい。この状態ですと、あのモンスターにね、こう見つかったとしても、はい、気づかれずに進むことができるんですよ。おー、なるほど。化けれるというか、そうそうそう、襲われなくなるってこと。そうですね、襲われなくなる。なるほど、面白い。実演しますんで、はいはいはい、この中に大量のモンスターを用意したんで。さっきから右耳がすごいことになってる。なんかいるなっていう気配はしてたわ。見てみましょうか。はい、入ってこの中にちょっと僕入りますんで。エンダーマンが大量に、こんな感じで。もう全然。おー、ほんまや、すげえ。全然大丈夫です。あの触れても大丈夫なんや。大丈夫ですね。へえ、面白。見えます僕。見える見える。中で飛び跳ねてる。僕の画面。え、何何何、びっくりした。何何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 
音やば、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 大丈夫、大丈夫。え、うぅ、うぅ、うぅ、かぶってなかったから死んだ。はい、かぶってなかったから。本当だ、生きてる。俺だけ襲ってきたもんな。はい、僕どんだけ近くても大丈夫だったんで。うん、すご、かぼちゃすごいな。かぼちゃすごいっすよ。面白い、面白い。はい、夜の作業とかにじゃあつけるわ、見つけたら。はい、ぜひ。よく知らんのよね、エンダーマンも。瞬間移動してくんだね。あれは普通に本当なんじゃねえの？だ、実演したし。そうですね。うん。え、なんかそのチート使ったとかそういうわけじゃなくて、あれ。あ、ではなく、それ、そういうズルはなし。なしです。ちゃんとしたサバイバルでやってました。じゃあ、あれは普通に本当。あれ本当ですか？うん。敵に襲われてなかった。俺だけ死んだもん。やってみましょうか、じゃあ。もう一回。もう一回、はい。はいはいはい。俺もが被ってやってみれば。これはどうしたね、くり抜かれたかぼちゃ。そう。お、頭装備に。あ、これか。つけてもらったら。おお、はい、おお、なった。おお、なるほどね。あ、はいはい。視点も変わるんや。そうですね。見た目っぽくこの、目のとこから覗いてる感じで、はい、一人称は変わりますね。へえ、よくできてんな。中に敵用意してますんで、はい。行ってきてください。どうぞ。わ、声が、耳が、身は守られてるかもしれんけど、耳がえぐいわ。耳がね。この中に突っ込めばいいと。はい。うわー、すげえな、ひしめき合ってる。なんかもう、うわ、すでにこっちのこと認識して、あ、追ってきてるような気するけど大丈夫これ。めっちゃ、大丈夫っす。めっちゃ追いかけてきてるけど。餌持ってる動物園こんな感じよな。確かに。じゃあ信じていい。もうなんか不正解の匂いがすごいけど、はい。もう自分の答えを信じて一歩踏み出してください。そうやな、俺は本当って言ったもんな。そうですね。じゃあ行くぜ、おい。もう入った時点で分かってたわ。明らかに俺の血と肉を求めてる動きしてたもん。四隅をもう大移動してたからですね。え、じゃああれ嘘ってこと？これは真心さんが今ダイブしたゾンビじゃないですか。はいはいはい。僕がやったのはエンダーマンなんで、はんはんはん、かぼちゃをかぶるとエンダーマンには効果があるんですよ。はあ、エンダーマンだけ？だけですね。スケルトンとかワクモとかは？は関係なく襲ってきます。ああ、なるほどね。そうですね。エンダーマンのまずその特性として目を合わせたら襲ってくるんですけど、はいはいはい。かぼちゃをかぶってるとこう目合わせても大丈夫というか。ああ、顔が認識されないみたいなことか。そうですね。目合わせてない判定になるんで。なるほど。じゃあそれをうまいこと使って、はい、もう襲われなかったってことか。そうですね。じゃあ俺が遠くから襲われたのも目があったから、はい、襲われたってことなんや。いやと思います。うわ、めっちゃ遠くからでも襲ってきたもんな。はい。なるほどね。普通になんか詳しくなった、マインクラフトに。じゃあ最後やけど。最後、はい。あのイルカのやつ。ああ、ありましたね。イルカとなんかエンチャント、水中歩行のエンチャントつけてイルカと歩くとめっちゃ速いってやつ。次の小ネタっていうか、まあ、体験してほしいことがあって、ほんほんほん、こう目の前にイルカいるじゃないですか。イルカいる、泳ぎ回ってる。はい。有効的なモブもいまして、ほんほんほん、まあ、代表的なのがイルカで、一緒に泳ぐことができるんですね。素敵。はい。普通に素敵。そうなんですよ。でただ一緒に泳ぐだけじゃなくて、ほんほんほん、こう早く泳げるイルカの行為っていう特殊な、あ、イルカの行為、あ、なるほどね、そういうことか、はい、はいはいはい、特殊効果をつけてくれるんですよ。ほんほんほん。でここで、まあ、小ネタっていうか技があって、はいはいはい、エンチャントってご存知ですか？あんまよく知らんけど、なんかあんねんな。はい、足装備につけるエンチャント、水中歩行っていうのがあるんですよ。はいはいはい。さっき言ったイルカの行為と水中歩行が合わさってめっちゃ速く泳げるんですよね。へ、もうめっちゃめっちゃ速く泳げるんですよ。やってみたい、やってみたい。じゃあ、あのイルカに向かって泳いでいけばいいと。はい。わ、普通でも体感できるぐらい速くなると思います。ん、あ、なんか右上にイルカのマーク出た。そうそう、ちょっと速いと思います。あー、まあまあちょっと速いかな。ちょっと速いかも、速いかも。はい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 、イルカの、あ、はい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 、全然違うわ。ですよね。水上出たら分かる。はい。あ、遅くなった。これがイルカの行為。はいはいはい。のみのみ。はい。これにエンチャントの水中歩行を掛け合わせます。ほうほう。あそこですね。これか、これ。水中歩行さん。はい。鉄のブーツ。そうです。へえ、なんか遅くなりそうやけどな、鉄で。これを切ればいいと。はい。
めっちゃ早いですか。楽しみ。これでイルカに近づくといいと。はい。おお、びっくりした。なんなん。ちゃ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 。それそれそれ。やばいやばいやばい。びっくりした。びっくりした。むしろちょっとホラーまであった。視界の端でイルカに触ったんか今。うん、かもしれないです。おもろ。確かにこれは思ったより早いな。はい。もうイルカより早いやん。うん。それつけるとイルカと泳ぐというよりかはイルカぶっちぎりで置いていくんで。すごいすごいすごい。イルカついてこらないんですよねそれ。すげ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 。もう全然知らないとこ来た。あとイルカ途中で諦めてましたもん今。陸に出ると効果はなくなるんや。そうですね。あくまで水中の中だけです。おもろ。これ面白いわ。はい。いい小ネタねこれは。そうです、ね。楽しい小ネタ。あれはさすがに本当。本当。ほん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 。まあ。シンプルに楽しかったし楽しんでましたね。身で効果を実感したからあれは本当正解です。本当です。ああよかったまああれはシンプルに面白かったな。面白いですよね。うん、うん、なんかあの釣りと全然違ったわクオリティが釣りねあれに関してはこうこちらでどうこうできるものでもないですし、トリックもなさそうやったなと思って。そう、まあ、実際にある効果ですね。あれは。ああよかった。はい、そんな感じでした。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。でウミンチさんの方でね、はい、今回収まらなかった小ネタをね3つ4つほど、うん、同じようにね初心者なら騙される説として動画で投稿しているので、はい、そちらもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではさよなら。